皆さんは健康で長生きしたいと思ったことはありますか？この世界には人々がより健康で長生きしている特別な小さな地域があり、その地域には健康で100歳を超える人々が数多くいるとのことで、世界には5カ所あると言われています。コスタリカ、ニコジャ半島、ギリシャ、イカリア島、イタリア、サルディーニャ島、日本の沖縄、アメリカ、カリフォルニア州、ロマンダ、その名も世界長寿地域、ブルーゾーン。今回はその中でもブルーゾーン発祥の地と呼ばれるイタリア・サルディーニャ島に訪れてみて、実態を見てみました。はい、皆さん、ワッツアッパー翔太でございます。ついにやってまいりました。イタリア本島から船に揺られて9時間サルディーニャ島に来ております。まあ、船旅についてはセカンドで上げてるんでね、皆さんもしよかったらチェックイートアウトしてみてください。で、聞いた話によると、サルディーニャ島の小さな村にはですね、何人もの100歳を超える超人が暮らしてらっしゃるってことで、まあ、その村目指して行ってみたいなと思います。いや、皆さん、何ここ、サルディーニャ島、高層ビル全くないし、メインロードからちょっと外れると設備されてないガタガタロードが続き、対向車出会うことほぼなしと。で、道端にはね、野菜っぽいね、豚がおって、で、牛はですね、放し飼い、めちゃめちゃ綺麗、水がですね、湧き水っぽいので流れてて、空気がなんせめちゃくちゃ美味しいというね。まさかね、世界一長寿の島が都会とは想像してなかったんですけど、こんなに手つかずの自然が残ってる島だともね、想像してなかったですね。お、あれやね、見えてきました、世界一の長寿の町、ブルーゾーンでございます。さて、着きました。皆さん、店がですね、ポツンポツンとある感じなんで、まあ、どっかね、入ってちょっと人とね、絡んでみたいなと思うんですけど、雰囲気はですね、日本の小さな村、田舎にあるみたいな感じですね。で、一番驚いたのはですね、家のドアがですね、鍵かけっぱなしというね、もう勝手に入ってくださいみたいな感じなんかな。いやー、この世界にこんだけ平和なとこが今もあるだなんて信じられないですね。You have food?うん、あー、オッケー。レストランがあるんで、ここ入ってみたいなと思います。Why people, you know, live long times here? Do you think food? What they do? Not only the food, I think. Ah, yeah. The weather. The mind. Mind. Yeah. In my opinion, in this village, people is relaxed. Yeah, relaxed. And happy. はい、ということで皆さん、これがですね、長寿の町のランチでございます。しかもですね、みんな昼から飲むみたいです。まさか長寿の町に来てですね、ワインをいきなり飲むことになるとは全く想像してなかったんですけど、これも健康の秘訣だそうです。まあ、いただきたいなと思います。これがですね、ローカルのワインっていうことで、あとあと調べてみたらですね、この地域の人々はカンナナウワインと呼ばれるローカルの赤ワインを飲むのが主流らしいんですが、そのローカルワインには他のワインの3倍のフラボノイドっていう成分が含まれてて、体内の活性酸素を除去する抗酸化作用、動脈硬化の予防、運動維持能力の向上などに役立つみたいです。うわ、ものすごいグレープフレーバーがえげつないわ。これ他のワインと全く違って、ブドウジュース飲んでるみたいな感じのグレープの香りがですね、広がるって感じです。うん、めちゃくちゃ美味しいです。やっぱナチュラルフードは美味しいな。皆さん、さっき聞いたらですね、これ全部食べ物、全部この村で取れたやつみたいです。ということで、もうほぼもう自給自足みたいな感じです。肉もそうやし、チーズもそうやし、野菜もそうやし、パンもそうやし、ワインもそうやし。なるほど、ちょっと分かってきましたよ、長寿の秘訣。いや、皆さん、自分たちで自給するリアルオーガニックフード、最高でした。しかも味付けがですね、めちゃくちゃシンプルで、肉系もですね、塩のみみたいな、その素材の味を楽しむみたいな、そんな感じなんですよね。
で聞いてみたところですね、現在100歳超えがこの村には5人いらっしゃるということで、まあ、朝からお酒も飲めはるし、まあ、でもね適量しか飲まないっていうことみたいなんですけど、まさか長寿の人がお酒飲むって皆さん考えられますか。しかもですね肉もですね食べるみたいで、特にですね豚肉は、まあ、この村では昔から冬場に食べられてたみたいで、年がら年中もなんてトマトソースに、豚肉のラードを入れたりサラダに入れたりスープに入れたり、あとバター代わりにしてパンにつけたりして食べられてたみたいです。いやーやっぱ長寿の秘訣ってバランスと自分たちが何を食べてるのかって分かる、なんか食の質なんかなってなんか思いますよね。サルディーニャの人々の職業は、まあ、岩だらけの急な斜面と、まあ、気候上大規模な農業は不可能ってことで、何世紀ものの間羊飼いが主な産業、まあ、長寿の秘訣にはですね日常生活での激しくない適度な運動も鍵だそうです。はい、続きましてですね、さっきのレストランのお姉さんにですね紹介してもらった地元のファームです。Buongiorno. Buongiorno. Very fresh, no? Yes. Fresh. Wow. Oh, he have a Ciao, capo. Product the milk without 1 hour. Wow. で今作ってらっしゃるのがですねチーズなんですけど、まあ、全てアニマルが食べるものはこのセウロで採れた自然なものと聞いた話によると、その動物が食べるものを自分たちが食べることになるんで、動物が何食べてるのかっていうのがめちゃめちゃ重要みたいです。で牛のチーズはですね早く腐るんで、まあ、このセウロでは、ヤギと羊のチーズを作ることが多いみたいです。 Do you think people live long time natural productYes. They eat naturals. The important thing is not the glass of the wine or cigarette you smoke. It's a part of living actively in the society. 19-2 years, and he go to the wine here. They live is happy. They feel happy. Okay. Wow. Okay. Okay. Yeah. Yeah. That's important. Yes. Yes. Wow.とある学者がですねサルディーニャの長寿の秘訣について調べてたところですね、サルディーニャの人々は普段から数キロ以上普通に歩くっていうことで、日々知らず知らずにですね骨や筋肉が鍛えられてですね、イタリア政府が調べたところ、イタリア全土の高齢者に比べてサルディーニャの人々はですね骨折したっていう事例が半分以下っていう研究結果も出たみたいでですね、まあ、セウロの街もですねめちゃめちゃ坂道とか階段とかあるんですけど、みんな高齢者90歳超えですよ、普通に元気よくね歩いてらっしゃるっていう光景がですね普通に見れるって感じですね。はい、皆さん普通にですねこうローカルのスーパーマーケット来たらですね、なんと100歳超えの超人に出会いました。 He is a 100 or 101? No, 100. 100, no. He seems very healthy. Energetic. Yes. You understand everywhere.He understands everything. Everything, yes. Wow. He came to here for shopping. Yes, wow. Every day.なんという超人、彼は100歳にもかかわらず毎日あの階段を上り下りしてくるみたいで、もともとワイン農家だったみたいなんですけど、まあ、現在は一人暮らしをして毎日自炊して生活しているそうです。はい、ということで皆さん夕方になりまして、人々がですね道へ出てきておしゃべりタイムでございます。いや、この街に来てほんま友達との交流とか人々のつながりをめちゃめちゃ大事にしてる感じでですね、まあ、ハーバード大学の研究でも人はですね社会的つながりの多い人ほど長生きするってことが分かったって言ってたし、まあ、なんか人って目に見えないものをあげたり受けたりしてるんかな、なんか不思議やな、なんか一人よりもみんなで囲まれてる方が長生きするって。83 75 yes. Wow. 75歳携帯めちゃめちゃいじるというね、すごいな。 So estas tuyos? Wow. 75歳でもうすごいスピーカー聞いてるっていうね、ヘッドホンですよ。 OK. 770人に100歳以上の高齢者が3人いる。 Wow.さっきですね道を歩いてたらですね、男たちに囲まれて、飲めっていうことで、ワインをおごってもらいました。
いやもう昼からみんな飲んではるっていうね、しかもタバコも吸いはるというね、まあここは男だけなんですけど、いやみんなめっちゃ笑ってて楽しそうだ、人生を楽しんでるような感じのね、あの雰囲気がめちゃくちゃあるって感じですね。びっくりですよ、ほんま。¿Cuántos años tienes? Tú. Seis, cinco. Seis, cinco. ¿Cuánto? 69. Oh, wow. Oh, wow. Se ve muy joven. Sí. Se ve muy joven. Still have energy. And, downstairs. Bisogna trovare cosa che... che lo fa...まだ女の子行く、力はめちゃめちゃあるみたいです。サルーテ、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 サルーテ。はい、ということで、ね、2、3時間ですね、おっちゃんらと一緒に飲んでたんですけど、いやもう自分でもびっくりしております。こんな言葉通じひんのに 2、3 時間よう彼らと飲んどったなと思うんですけど、いやでもね、彼らと話してたら自然とにですね笑顔が出るんですよね。めちゃくちゃ特殊な能力ですよね、この町に住む人ってなんか感じましたね。まあそんな感じの1日でございます。ということで、また明日。はい、ということで皆さんおはようございます。いや、おっちゃんら朝からビールにワイン飲んであるわ。どんだけここ長寿の島みたいな。でですね、今回ね僕コーヒー頼んだんですけど、全く知らんおっちゃんがですねまたおごったるわということで、あのもうええでええでええでって言うんですけど、ウェルカムトゥマイホームタウンみたいな感じでですね勝手に料金支払ってくれるんですよ。今回ですねこの町に来てからですね、僕まだ1回もお金払ってないというね。いや、どんだけみたいな。やっぱりね、時間の流れ方がですね全然違う。めちゃめちゃスローですね。みんな時間に縛られてないというか、都会の時間の流れ方とね全然違うんですよ、ね、で僕なんか日本人で彼らからすると変人やのにですね、家族のような温かみというか、そういう感じでですね接してくれるんですよね。いやもうほんまスペシャルなところですよ、ここ。はい、ということで今日はですね、サルディーニャの地元の人の家でねお招きいただいて、まあ料理振る舞ってくれるということで、いやしかしものすごい美しいところでございます。もう空気がめっちゃ綺麗し、なんとめちゃめちゃ静か。はい、はい、もうインサイド、It's okay? Adesso fra un poco mi chiamo. Okay, grazie. Hai fame? Fame? Hai fame? Yes, yes, hungry, hungry, yes.Okay, so today, thank you so much for welcoming me. It's a pleasure for us to have you here. Yeah, so what's your name? Ivan. Ivan, and you? Michela. 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 Okay, sorry, my pronunciation is really bad, no? ブルーゾーンの人々の食事について調べた学者の研究結果で、ブルーゾーンの人々の食事は素朴で、植物性の食品を意識することなくごく普通に食べてると。豆類、全粒穀物、自分たちで自給した野菜を頻繁に食べてるとのことで、また驚きだったのはですね、ナッツ類は長寿の秘訣と。最近行われた調査で、ナッツを週5回以上食べてる人たちが心臓病にかかる割合は、ナッツをほとんど食べてない人たちの半分という事実が判明したらしいです。そう、皆さん、まあ、羊の肉を食べてるんですけど、こう羊の肉ってこう強い、なんですかね、あのフレーバーとかあるじゃないですか。で、ここで食べる羊の肉はめちゃくちゃ美味しくて、臭みが一切ないんですよ。で、なんでそんな臭みがないって聞いてみたらですね、食べる前に1週間ほどケージの中に入れて、ケージの中で1週間、ナッツを食べさせるみたいです。ナッツを食べさせることによって、こうやってね、臭みがない、肉ができるということみたいです。いや、すごくないですか、この古い伝統というか文化っていう、この知識っていうのはすごくないですか。 So why did she think people here long times? Because of the food, because of the quality of the air and the quality of life that they have. They are not so stressful, they are not running around for booze. I mean, they do what they like to do, and that's very important.
いやーもう皆さんワインが止まりません。めちゃくちゃ美味しい料理、今まで食べた中で一番美味しい料理じゃないかなっていう感じです。まあいろんな世界でですねフレッシュな食べ物めちゃめちゃ食べてきました。フィリピンでやりたての豚を食べたりしましたけど、いやこのサルディーニョの食べ物には勝てないですね。なんでなんかって聞いてみたらですね、その料理する内容によって使う肉、その肉のですね年齢とかも気にしてるっていうことみたいで、例えば豚の丸焼きであったら小豚を使ったりで、煮込み系であれば、まあ、年老いた豚を使ったりみたいな感じらしいです。でね、あの豚の丸焼きだった時のですね、あの豚の脂肪分っていうのがですね、今まで食べたことないような美味しさ、もう言葉ではですね説明できない、もうコラーゲンというかとろける感じというか、このまろやかさというか素晴らしいものがありましたね。まあ、彼女が話してた内容でめちゃめちゃ興味深かったのが、まあ、このサルディーニャの人たちはなんで最近ですねあのアレルギーの人とかグルテンフリーの人とかが増えてきてるのかという話をしてましてですね、それはですね子どもの頃に昔やったら予防注射で1回打ってたところを、まあ、子どもの時に2回も3回も4回も打つようになって、まあ、どん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 本来やった人間の体のシステムが変えられていってると、まあ、そうすることによって何々が食べれない何々アレルギーやっていう人が増えてきてると、何も高い食べ物とか何も何て言うんですかね、あの高級レストランに行って食べる食べ物がいいと思ってないですよね。そうじゃなくてこう自分たちで何を食べているのかって分かってるというかね、どういった食べ物がその動物を食べてその動物をどうやって処理するのかとか、まあ、そういったことを少し知ってる重要に思ってる人たちだなってめちゃめちゃ思いました。でね、サルディーニャの人たちはですね1日5食食べるっていうことで、いろんな食べ物を少量食べて、しかもですね腹いっぱい食べるんじゃなくて腹8分目で止めるっていうことみたいでですね、まあ、とある学者がですね他のブルーゾーンにもそういった傾向が見られるみたいで、沖縄の人たちも腹8分目で食べるのをやめるっていうことからですね、サルディーニャと沖縄はめちゃめちゃ距離も離れてるし人種も違うのにそういった共通点があるのかとびっくりしてます。続いて今年88歳になっても元気バリバリのおばあちゃんの家にお邪魔しました。そう皆さん、今ですね彼女の、家族の家に来て、ちょっとねコーヒーをいただいたんですけど、コーヒー飲むかって言われて、コーヒーちょっとお願いしますって言ってコーヒー頼んだらですね、コーヒーにこれ入れるか言われて、これ何なんですかって言ったら、このまたローカルのアルコールみたいですね、なんと度数が 50% ということで、そのアルコールとコーヒーを混ぜて飲むみたいな感じです。いやこれアルコールが健康に悪いって嘘じゃないんかっていうぐらいアルコール飲むって感じです。くーめちゃめちゃ強い、うわめちゃめちゃ強いです。もうなんかボッカとかそっち系飲んでる感じの強さのアルコールにコーヒーと混ぜるみたいな感じです。So she works as a farmer. But what was she used to work before? She's been working a lot in different things. Does she care anything about the health? You know, like kind of like try to do the exercise or try to eat healthy, or maybe she doesn't do anything. She has the backyard that she keeps her very busy. Oh, that's the thing. Yeah. Oh, wow.We're talking about local people, they used to have the background, they used to grow all the vegetables.、Mm-hmm.いやいろんなね長寿の人と話してですね、自分たちが一番健康に感じるときは家庭菜園してるときだと、美味しい空気を吸いながらフィジカルに体を動かしてるときが一番健康に感じるということでですね、皆さんですね生きがいというんですかね、日本語でそういうのをですね持ってらっしゃるという感じなんですよね。まあ研究結果でもですね、その日の目的、生きがいがある人とない人では脳卒中やアルツファイマーになる確率がですね減るっていう研究結果も出てるみたいで、そうこういうね小さなことがですね重なり合って世界一長寿の島って言われてるんかなってなんか話聞いてて思いますね。La vida sana, una vida tranquila y sana. Comer, comer bien. Carne. Ah, the sky. Because of the good sky. Good sky. Good sky.Wow, that's interesting. Live in the countryside. There is no pollution. No pollution? No pollution, good air, good life.
the quality of air is the main thing in life, for a good quality of life. Because if the air is clear, you breathe clear air, and also the vegetables, whatever you start to grow, they take the same air, so it's a good quality of air. And it's clear, so one vegetable that he grows up here is different than the one that he grows up across the sea. And she was saying that also flowers, they grow. Oh, flowers in flowers, yes. Oh yeah, why flower? Flowers, because of the air is good, so the flowers, they become amazing. Okay. Without anything, just water and a good blend. So she thinks the air is most important. Air is most important. サルディーニャの、ね、人々がですね、口を揃えて健康の秘訣、長寿の秘訣は空気やと言うんですよ。空気がですね、自分たちが食べる動物、あと飲み物を作り、自分たちの心、体を作るということみたいです。いや、興味深くないですか？いや、そんなこと考えたことなかったな。普段僕はどんな空気を吸ってるのかってめちゃめちゃ考えさせられますよね。皆さんは普段どんな空気を吸ってますか？今回ですね、世界一長寿の島に訪れてみて、何か現代社会では残ってない大切なものが残ってるんじゃないかなとすごく考えさせられました。お金、地位、権力、これらは果たして本当の幸せ、質の高い生活と呼べるのか、俺が死ぬ前に俺の人生最高やったと思える人生とは一体何なのか、僕の頭では現在気づいてないナチュラルな体が求めてるものとは一体何なのか、時間なのか、家族との愛なのか、人間関係なのか、食なのか、普段から吸う空気なのか、エクササイズなのか、いやー、ものすごい勉強になった滞在でございました。ということで、皆さん動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、サルディーニャブルーゾーンからでございます。アディオス。